近づくよ、近づくよん、グッドモーニング。どうも、たくあんボーイです。今日は26日目ですね。早速やっていきたいと思います。まずですね、使うのは無印良品の化粧水と乳液でございます。まずはセザンヌのアイブロウで眉毛描いていきます。アイブロウマスカラ、下地、ファンデーション、コンシーラー塗っていきます。それではアイライナー描いていきます。星を見えんな、オールナイトニッポン。こちらですね、シャドウブラシ、今回100均で買ってきました。こちらですね、これで、ノーズシャドウね、描いていきたいと思います。まあ、自然な感じになりますね。OK。あとはこちらのダブルラインエキスパートで、ハンビタ袋を描いていきます。あとはアイライナー描いていきます。OK。はい。あと、最後に、いつもリップね、真っ赤なやつ使ってたんですけど、ちょっとオレンジ色のやつが売ってたんで、これを今日はつけてみたいと思います。変な匂い、小学校の図工室の匂いがします。はい、ということで今回26日目終わりました。いい感じじゃないですかね。非常にナチュラルな感じでね、やっぱノーズシャドウもブラシ使うといい感じに自然な感じに描けますね。はい、ということで今回終わりたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。シェイシェイついてみこいダンス、よいしょ。